ドスクイプラポン。はい、どうも、チャーボくんゲームでございます。今回もね、ウィリアプリー動画の方をやっていきましょう。ということで、こちらですね、ヨーロピアンチャンピオンシップスターズ157に入ってるボックスドロー、新ガチャ来ましたね。まあ、新 CL ガチャといったところでね、今回これ引いていきたいと思います。毎度恒例のね、11回ガチャ引いて即試合の方もやっていこうかな。簡単に獲得可能選手を見ていきたいと思います。まあ、ロナウドから始まりね、有能選手がずらーっと、まあ、黒玉のね、数も多いですからね。そう、いつものやっぱり出てくるボックスゾーンに比べるとかなり多いんで、まあ、当たる確率は高いかなと、普通よりね。で、金も、まあ、黒玉級で、2019で黒玉昇格する選手とかもたくさんいますし、本当にこのね、結構強力なスカットね、作成できるんじゃないかなと思います。いやー、言うのばっかだね。バランとかもいるし、バイリーとかもいるしね。はい、ということで、まあ、銀の選手とかで言うとね、ゴロビンとかもこのガチャ入ってるんでね。まあ、そこもでかいかな。よし、ということでね、早速引いていこうかな。うん。こんな感じですね、全体的に。よし、じゃあ行きましょうか、早速。まあ、サクサクね、引いていきたいと思います。だいたいいつもね、前の説明が長くなっちゃってるからね、今回はサクッとね、あー、まずは銀スタート。はいはいはい。銀スタートで、ペトロス・マンタロス。あー、すごいね、なんか名前が。ペトロス・マンタロス。さあ、能力的には、OMF と、CMF のボランチのとこできる。あ、ワンパン落ちか。はいはいはい。ディフェンスボールし、あー、そんなにでも中盤だけどボール出し的なのは高くないね。まあ、OMF で使うのがメインになる感じかな。よしよしよし。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。まあ、まずは銀スタートと。ただ、金の数がね、多分一番多いんでね。金が来るのは、あー、マジか。そこの、一つね。おー、ショー、キーパーでかい。ピャトフ。でかいぞ、キーパー。ピャトフ。190センチ。あー、だいたい平均的に80ぐらいか。まあ、コラプシングに関しては結構高いと。低段、オーケー、でかい。いやー、優秀ですね、もう。低弾道パント持ってるのはね、すごくでかい。やっぱカウンターしやすいからね、持ってないのと持ってるのでは全然違うから。待ってくれ銀祭りじゃね、これ。春の銀祭りじゃね、ジブコビッチ。いやー、銀3連で立て続けに、右サイドハーフとウィングのところできます。あー、まあ、ドリブル、フライパス結構高いですね。スピシュンがあって。ああ、でも、溜めつけて、根下持ち。で、左利き。おお、いいですね。右サイドの方で左利きがやっぱり使いやすいですから。よしよし。まあ、銀しかちょっと今出てないけど、この辺で挽回できねえか。どうにか。うわ、マジ？ちょっと、あれだね。おお、マリノディアス来た。オッケーオッケー、マリノディアス。レアルのね、新7番ということで。まあ、ロナウドの背番号を引き継いでいますが、得点はね、なんかすごいゴラスをちょっと前に決めてた気がするけど、最近はあんま点取ってないのかな。今回まで、まあ、フォワードのところね、マリアノ・ディアスは今回のストライカー系になるかもね。まあ、いつもね、センターフォワードがね、いなくなるっていうか、いないパターンがね、そこも勝率低いから、マリアノ・ディアス来てくれたのはでかい。よし！オッケー、おいしょ、ずれる！オッケー、あざす！さあ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 、誰ですか？誰ですか？おいしょ、デブライネ、ライサクね。まあ、黒玉、雷の。デブライネ、来ましたね。いや、ま、この選手でゲームメイク、ゴンゴンしていってね。ゴンゴンしていく感じでいこう。強いね、やっぱ。まあ、パスのところがね、できますから、ボールを持てますし、ラストパス、キラーパスを出して、デブライネ、そしてマリアン・ディアスでゴールっていうのまでね、頭に描きました、もう。さあ、残りもだいたい、まあ、半分ちょいぐらいか。いやー、ただちょっと銀がね、今回すごい出てるね。あ、ベルナルジ来た。シャフタールドネツクの選手結構来るね。まあ中盤 OMF もできるけど、左サイドかな。やっぱり左サイドハーフか左ウィングで使う感じがメインになってくるかな。うん、今回3トップかな。3トップ4-2-1-3のパターンもいいかもね。まあでもまだ、ディフェンスラインのところちょっとまだ引けてないからね。そこ引け、いやー、マジか。結構銀来るね。あ、でも CB 来ましたね。不安です。ちょっと不安そうにしますね。左サイドと右サイド。あ、じゃあ左サイドとセンターバックか。
はいはい。あ、まあ、スピッシュも遅くないですね。ボディバージャンプあって、まあ、ディフェンス力は70、あ、でも、コーンワンが3と。逆足頻度精度11からの怪我体制1ってなかなか見ないですよね。なかなか見ないけど、本当に不安になってきた少し。怪我しないか大丈夫かなと。いったところで、これ合わせて残り、4回ぐらいかな。おーし、金来た、オッケー。さあ、ここらで、有能、オタメンディー、オタメンディー来たー、CB。まあ、これは CB かな、センターバック。この後センターバック引かない限りは、オタメンディは今回の、まあ、門番キャラというか、ディフェンスラインのところの統率頑張ってもらいたい。サクサク行こう、サクサク。さあ、残り、3回ですね。これを、ゼロ！くわ、マジ？ちょっと待って。あ、ダイナスバースです。今回、ちょっと待って、でも銀がすごいぞ。なかなか銀、まあ、金の方が多いんですけどね。ダニセバージョス、やっぱり真ん中かな、普通に。まあ、ボランチのとこで使うのが、あれになるかな。いやー、まあ、どうだ、あとセンターは、サイドバックか、あと、ディフェンスラインだね。あと何枚か欲しいけど。まあ、でも悪くはないかな、バランス的に。よし、まあ、ずれても、いやー、ずれないか。先、おいしょー、マンジュ、あざっす。あー、てことは、マリオン・ディアスとマンジュ。あー、ツートップで行くかな。いや、もうお気に入り選手来ましたね。マンジュキッチ。まあ、ポイントになるんで。で、こういうね、多分11人、10系ガチャいて即試合企画において、こういうマンジュ系の選手はすごい、使いやすいんでね。やっぱチェイシングとかワンタッチパスね、こういうところ持ってるし、まあ、ヘッドの競り合いのとこね、ゴールキックも、マンジュ勝ちやすいんで。さあ、といったところでラストはね、なんだかんだ言ってたら、ラストは誰？黒引き体感はあるけど、金か。さあ、おー、エデルソン・モライス、キーパー。さあ、これ、キーパー、ピャトフと被りましたけど、これはモライスでしょ。いやー、いいよね、モライス。ライサクも強くなりますからね。よしよしよし。あー、まあ、キーパーがね、結構強い選手来てくれたんで、最終的に。まあ、銀の選手もともと来てましたけどね。はい、といったところでね、今回、早速チームの方組んで試合の方やっていきましょう。どうぞ。はい、ということでチームね、こんな感じで組み終わりました。まあ、今回はね、マリオン・ディアスとマンジュキッチね、どっち CU で使うか迷ったんですけども、ジェルス監督ね、どっちか ST じゃないとダメなんでね、まあ、マンジュを今回は CF センターフォワードのエースのところで使っていこうかな。あとはデブライン置いたりね。OK、ということで調子ドン。オタメンディとマリオン・ディアス不調だね。フワン・ジェズスが絶好調と。さあ、そしてお相手のメンバーが、4-1-2-3 みたいな形かな。まあ、イスコは CMF だったけど、メッシは OMF か。で、ルカクがいましたね。こりゃ怖いよ。なんて言ったってね、フィジカルヒューマンですからね。もうね、フィジカル鬼強ですから。で、スピードもありますから。ルカク怖いなぁ。なんかこう、裏に出されてね、バーフィジカルで抜かれそうな気してきた。よろしくお願いします。でも、マンジュね、来てんのでかいんだよね、こっちに。お願いします。そう、無理にね、繋がない。あ、無理にパスを通し、いや、切ってるの。内部。いや、あるよ、これ。で、ここでマンジュを上げたい。で、ベルナルド仕掛けよ。マンジュ！よっしゃー！重心逆、オッケー！ベルナルジで溜めたー！オッケー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 。やっぱここの距離ね、相手がなかなか突っ込みづらいエリアですからね、あそこ。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。さあ、今回ジェズス監督といったところでね、うまい。クロス来るかな。オッケー出る。よし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 、ゴールキック、ゴールキック。で、ここでマンジュがポイントになってくるんで、一個ね。ここ勝ってほしい、マンジュ。勝てるかな。チェゴシーバー、勝ってくれ。いやー、まあ、勝ったっちゃ、あー、でもいい、実質、ここでセカンド拾えてんで。デブライナイボ。マンジュ、マンジュ、決めよう、完璧。よっしゃ、オッケー、もう完璧。完璧ですね、今のは。オッケー、オッケー、あそこでトライアンゴーがね。トライアンゴーができ、やっぱ強いな、マンジュがね、ガチャで当たったことによりね、すごい使いやすい。さあ、ここ落ち着いて、セバージュス。
いや、マジか。オッケーオッケー、大丈夫。それは。オッケー、デルソマス、これ。低弾道で、早めのパブロン。早めのパブロンで、マンジュ勝って。なーい。いやー、メシか。そのエセよ。オッケー。焦るな。大丈夫。よし。で、収めよう、一回。オッケー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 。いいね、いいね。で、ベッカムが引き継ぎ。逆空いてますね。ナイボ、デブライネ。完璧完璧、ベルナシュー、オッケー、よいしょー、よし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 。いやー、なんか久々にこの11人企画でこの時間帯で3点も取れた気がする。いやー、オッケー。お、これは勝ったかな。よーし、ギブアップかな、これ。いやー、すごい、もう順調いったね。まあ、マンジュの単純キッチンをポイントにしながらうまく勝つことができましたね。いやー、楽しかったということでね、まあ、今回、試合の方がね、少し短くはなりましたけど、やっぱ、まんじゅキッチの偉大さをね、まあ、短時間でね、わかったというか、またね、再認識しましたね。ということで、皆さん、今回ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただき、ありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では、皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。